神様、死にゆく僕から最後のお願いなのだ。僕は日も手の童貞として惨めな生涯を送ってきたのだ。でも童貞で苦しんでいるのは僕だけではないのだ。世界中の兄弟たちが今日もどこかでやり場のない悲しみに暮れているのだ。僕はそれがどんなに辛いことなのか誰よりもわかるのだ。神様、もしもあなたが本当にいらっしゃるのなら、来世で僕を世界一の美少女に生まれ変わらせてほしいのだ。僕はきっとその一生を自分のためではなく他者のために使うと約束するのだ。無償の筆下ろしボランティアがしたいのだ。女性とセックスがしたいのにできなくて辛い思いをしているすべての男子に、せめて一度はセックスを経験させてあげたいのだ。容姿やコミュ力や障害や経済力に関係なく、この世に生まれてきたすべての男子に、あなたは生まれてきただけで尊い存在なんだよと、セックスをすることで伝えたいのだ。僕はひも手たちの天使になりたいのだ。神様、どうかお願いしますなのだ。ガタン。その願い叶えて使わそう。ただしどんな相手でも絶対に自分からは断らず成功をするのじゃぞ。よいな。はっ、あれ、僕は死んだはずじゃ。ああ、チンチンがないのだ。おっぱいがあるのだ。可愛い女の子に生まれ変わってるのだ。願いが叶ったのだ。神様ありがとうなのだ。学校に来たのだ。とりあえずそのあたりのやつに声をかけてみるのだ。ねえ、あんたチビでキモい感じだけど童貞だよね。うわ、急になんだよつむぎ、童貞で悪いかよ。やっぱそうなんだ。じゃあアーシとやる。ええ、いいのかよ。もちろんだよ、神様との約束だからね。神様、いいからいいから、保健室に行こうよ。うお、最高だぜ。俺は今、猛烈に感動している。ありがとう、つむぎ。喜んでくれてよかった。アーシも幸せだよ。こうして僕はカスカベつむぎとして、次々に、学校中の、なんかほっといたらこのまま死ぬまで童貞そうな男子の筆下ろしをしていったのだ。噂はすぐに広がり、次第に相手の方から僕の元にお願いに来るようになってきたのだ。キモい人、臭い人、手足がない人、うまく喋れない人、子供からおじいちゃんまで、僕は童貞なら誰とでも交わったのだ。その誰もがありがとう、ありがとう、あなたは天使ですと言って喜んでくれたのだ。僕の2回目の人生は幸せの絶頂だったのだ。そんなある時、つむぎちゃんとにゃんにゃんがしたいのだ。おねお願いしますなのだ。うっそでしょ、どういうことだよ。あんた誰だよ。ぼぼぼ、僕はずんだもんと言います。すすなのだ。つつつつむぎちゃんとにゃ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 んにゃんがしたいのだ。そこにいたのは間違いなく若い頃の僕だったのだ。童貞であることを深刻に悩み始めた頃の僕だったのだ。それにしても僕の放つこの強烈にキモいオーラは何なのだ。他のキモメンとは比べ物にならないキモさなのだ。虫ずが走るとはこういうことなのだろうか。なのだ。女の本能が全力で、こいつだけはダメだ、拒絶しろと訴えかけてくるのだ。ごめんなさい、あなたとだけはセックスできません。はい、断るのだ。ごめんなさい、本当に無理なんです、キモいんです、ごめんなさい。つむぎちゃん、約束を破ったね。うえ、あなたは何が天使じゃ、この嘘つきめ、地獄へ落ちなさい。いやー、うぎゃー、